ハジャライという名前で購入したバナナ苗の開花結実ですが、苞が落ちたのでちょっと撮影しておこうと思います。苞は6段までのが落っこちたようですね。こちらから見るとこれが2段目で、その上に1段目があるんですね。でこれが3段目ですね。で4段目がこれで、5段がこれですね。で6段がこれです。これですね。で1本だけついて、あと中性化のが7段になるところだったんでしょう。まあ1本だけはついてるんですがね。明日まではなんとか、まあ、寒くはないんですが、明後日から当地では最低気温が下がってきますので、カシが膨らむのは難しくなってきますね。まあもうクリスマスイブですから、和歌山県では無理もないとは思うんですけどもね。ただここまでのカシ形態を観察しますと、四国の松山のじいやさんのところで結実した花子形態とちょっと違っているように見えますね。太ってないので、まあ、はっきりしたことは言えないんですけども、これまで私が見てきたナムワ系のものですと、最初からもうちょっと小太りで細長いなという印象はあまり受けなかったんですがね、まあ、この花子形態だけ見ていると、ここからハジャレという名前でドイツとかフランス、まあ、フランスの方が多いと思いますが、のサイトで見かける写真のどちらにもなりうるような花子形態かなと思うんですがね、まあ、あるいはよく言われているように、よく言われているというか、フランスのサイトでははっきりそう書いていますように、シキメンシスとラージャプリーの交雑種であるというふうに見えないこともないんですね。もしかするとジーヤさんとか静岡県のミューちゃんさんの方に行った苗と私が別ルートのショップから購入したこの苗ですねは別品種である可能性もありえますね。まあ、現状の結実状態からの判断で、まあ、収穫して食べるところまでいかない花子形態
のプロセスであまりいろんなことは言わない方がいいとは思うんですけども、これを見ていて受ける印象は今話したようなことなんですけどもね、欲は分かりません。何しろこれは初めて栽培を始めた苗ですんでね。